マコナコです。さあ、続きやっていきましょうか。この場所から。多分どこか何かありそうなところがあるけど。殿下、ご無事で。ボスラ。殿下。ありがとう。大丈夫です。私。ぐずぐずするなよ。時間がないんだぞ。パンネロが待ってるんだ。さっさとしてくれ。敵が来る。話は後ほど。さて、これは通常のパーティーに加わったになってますね。どうするかな、バトルメンバー。いや、これ入れないとダメでしょ。あとなんか杖みたいなマークついてるのって、これ白魔導士のマークかな。変なマークついてるんだよね。で、そうなると、バルフィアとフランが入れらんなくなるんだけどな。もちろんバン外してもいいんだよね。よくよく考えたら。バン外すと、あと一人見つかんないね。で、これでパンネロ来たらバッシュ外すってなる？いやー、3人少なすぎるって。さて、ライセンス。何にする？白魔導士が無難かなとか考えてたけど、いや、こうなると、赤？ナイトはさすがにないと思うので、赤行くか？違うような気がする。まあ、ナイトでもいいし、まあ、本来であれば、まあ、白はパンネロっていうことを考えると、かませんし、行きましょう。なんか手前側ばかりが色ついてるね。反対側が全部色ついてない。これで441ポイント。どの方向行けばいいか。ガンビット系はまだ行かなくていいと思うので。右下 HP マックスがある。だからそこまであるかと言われると、それなりにはあるか、二つぐらい？左側は特にない。魔法の効果が上がる。最後の最後あるけど、なんか一つ手前が、北斗骨砕山。北斗神拳を覚えることが可能となっている。となると、とりあえずケアルラまで、レイズ、そのあたりまで行きましょう。いや、わからん。わからんので、とりあえずは、この方向、ガンビット増やすか、ガンビット増やしてから、ああ、でもこれライブラ？ライブラじゃないか。ダメージを受けて、MP チャージってのは回復っていいのかな？プロテスとシェル。サイレス。で？あ、間違えた。まあいいか。これ取りましょう。あとは今、アイラか。ああ、ここからが、また、ああ、北斗骨砕山っていうのはたくさんある？あ、たくさんあるね。え、LP50 で取れるのと75で取れるの、何か違いがあるのか。左側ガンビットは行かなくていいでしょ。となると、こっち側。チャージはやんなくていいか。この、オルアキアの腕輪は結構持つことが多いので、その方向。うん。まだまだ魔法ダメージ与えて MP チャージ。ということは魔法ダメージ与えられる武装が欲しくなるけど、これ物理攻撃とか本来であればね、あげるようなものじゃないと思うけど、今のところ攻撃手段が物理攻撃が一番いいような気がするので、下がっていきましょうか。その前に、
こんがり帽子は、もうすでに持ってるってことか。武装として持ってるのかなとか思ったけど、多分そうではないと思うので。ここまで。うん。ガンビット。これ60で、ペアル。ケアルやっといて。他どうなんだろうなぁ。いろいろあることあるんだけど。プロテストかシェルとか。ちょこちょこやっていくかって話にもなるし。ダーク魔法。これ何か面白そうなものがあればいいけど。魔法じゃない。物理防御が高い敵がいたら、ダーク。違うな。これだと敵が来たら全部攻撃やっちゃうよね。高い順にね。これじゃダメか。そこまで自由度がないんだよね。どうする?ならば普通に通常攻撃で。これぐらいしかできることがない。あともう一個。ここから奥行けるのかな?そうではない。一旦セーブやっときましょう。いやー、割と苦労するな、このライセンス絡みは。まあ、ガンビットも結構苦労してるけど。あー、で、バングル持ってるね、なぜか。ならば、こっち側は腕輪に変えておく。普通に戻ればいいのかな?殿下、我らが結露を開きます。私は裏切り者の助けなど何としても必要です。自分がそう判断しました。引き返すぞ。関西帝を奪って脱出する。殿下は無力な自分を許せぬお方だ。だが現実を受け入れてもらうしかない。結構厄介だね。ブーブー文句ばかりが多くて。うん、特にイベントないか。さて、敵やってくるけど、これどうなんだろう。全部戦っていくべきなのか、それとも逃げた方がいいのか。得られる経験40、悪くはないと思う。暗闇バン回復してもらいたいが、まあ多分ダッシュで移動だと思うけど、ちょっと経験も稼ぎたい気がするんだよね。うん、当たってない。グラナ、うん、さらにグラナ、ウォースラの方から。アーシは攻撃やってないね。これなんでだろう。ガンビット設定間違えたか。違う、ガンビットそもそもここオンになってなかった。全くもっと役に立ってない。グラナ、さらに全部倒した。やってくるね。で、向かうのはまた大きく戻らないとダメ。上経由でもなんか行ける気配ある。これまだ行ったことのないルートなんで、そっち側行ってみたいね。こっち側、動くね。動かないかと思ったけど、
さて、さらに敵。バンの HP が危ない。バンは白魔同士だからね。ああ、アーシェン一色？フェニックスの。2人回復、2人戦闘で、まあ、バランスとしては悪くないと思うけどやっぱこう見るとライトニングさんみたいに見えるんだけど FF13 の主人公、言葉遣いも荒いしね。バンの MP がなくなっている。何とか耐えてもらいたい。ずっと回復アーシアやってるけど、あ、それでも耐え切った。経験次900ぐらい必要。このまま耐えるべきかどうか。ガンビット 60%、 バンはバン 70% か。バンの方が低めに。ああ、40になったな。まあいいか。これでどこ行けばいいのか。続々来るね。だが操作せずに経験稼ぎできるからこの点ありがたいんだけど。39、宝箱発見。さて、白魔法ブラーナ、ここら辺の暗闇ならブラーナ使うができればいいんだけど、どうなんだろう。ちょっとテストやるか。ガンビット、ここで味方一人、ブラーナ、これがちゃんと適用されるか、それともずっとブラーナやってしまうかどうか。どこ行けばいい？こっち側ではない。敵やってきてんね。特にブラがやらないか、通常時は。もう一人も回復できる人を出した方がいいような気もするけど。あといつの間にか。どうするかな、もうバンやめて。アーシェ主人公として動いた方がいいような気がするけどな。あと、このマークなくなってるね。ターゲット的なマーク。いまいちその理由がわからないけど。いや、違う。こちらは。稼ぎたい気がするけど。行きましょう。どっかセーブできるところがあればいいけど。やってきている。だが MP もそれなりに回復してるんで、誰か暗闇かかんないかな。ちょっとバンの動きを確認したいけど、フェニックスの方が手に入ってた。いいね、ガンガン手に入る。あとこっちが、ここは関係ない。アイテムの回収も自動でやってくれればよかったけどね。取らないといけないのは忘れそうになるから。こういう時に限って暗闇にならないね。さて、バンの MP が十分回復。ここを抜けられるか、こっち側。なんか場所が違うような気がする。
これ上経由できて、なんか歯車があるけど、あれは、なんだっけか。多分触ってないと思うんでね。ここら辺にある歯車で、何かができる可能性あるけど。アイテム。階が違うか。いや、ここら辺で何かできそう。セキュリティ端末。あ、これで止めることができるのか。セキュリティ情報。うん。リセット後60秒以内に異常の原因を取り除いてください。リセット。60秒安全に移動できるとか、そんな感じかな。そうであるならばとっとと行きましょう。まあ1分だけだからな、そこまで大きな効果かって言われると微妙だけど、うん、戦い、まあ、いろんなところであれがあったら解除しながら進むとかできそうだね。うん、まあそりゃそうだよね。こうなるよね。だからアーシェの MP はある程度回復済み。うん、ブラインの挙動見たいんだけど誰も暗闇にかからない。今、猛毒にはかかってる。猛毒はかかってもらいたくないんだけど。おいぞな。となると、バンはもう一個枠作りたいね。ライセンス。どこだ、どこだ。ガンビット。で、毒も対応をやる。これ持ってって、味方一人。ほいーぞな。多分これで大丈夫なはず。で、どっち行けばいい？下。アイテムは多分ない。さて、誰か毒になってくれないかな。だが毒になっても即座に回復してしまうと思うので気がつかない可能性があるんだよね。こっち側アイテムは、いや向こうに連結している。でも入りましょう。でまた操作できるような場所があるので、これどこだ。一旦下に降りるか上に上がるかだけど、ゴースラが危なかった。アーシェが MP 尽きてるね。これ上下の階からも全部やってくるから倒しきるのが大変。よしった。どこだろう端末。よく見えないね。やなりこそポーション。ここか。ちょっと待って、なんか向こう側勝手に戦ってアイテム落としてるんです。で、さらに回り込んで上か。
こっち側じゃない？こっち側？回り込んで、ごめん、もう大丈夫。ギースが気づきました。早く脱出を。アズラス将軍ですね。僕と来てください。先回りして飛空艇を抑えましょう。正体を知った上で逃がすのか。アーシュ殿下、あなたは存在してはならないはずの人です。あなたへローゼンバーグ将軍が死んだことにされていたのは何かが歪んでいる証拠です。今後あなた方が行動すればもっと大きな歪みが見えてくるように思います。だから言ってください。隠れた歪みを明らかにしてください。私はその歪みを正して帝国を守ります。わかりました。どうもな、ラモン。あの時はすみません。パンネロさん、これお守り代わりに。行きましょう。さて、パンネロがパーティーに加わった人造浜関で加わったのはいいんだけどいやー、あれ4人いける、ひょっとして。あ、これ全員いける、ひょっとして。そんなことないよね。あ、そうだね紛らわしい。なんかすごい期待したんだけど今。誰の物語かって感じでね。バンとパンネロの物語と考えるか、アーシェとバッシュの物語と考えるか、主人公のバルフレアとフランの物語と考えるか。今パンネロはないかな。これだとパンネロがもう今後も出てくる可能性がなくなりそうなんだけど。パンネロ弓使いって自分が選んだんだっけかこれ。うん、ここら辺の設定が思いっきり間違ってるからな、初手から。上行きましょう。密漁 HP アップ、さらにアップ、誘惑、うん、 HP アップ。かといって HP だけ高くても歩数攻撃、範囲内の敵に移動距離から算出したダメージ、なるほどね。多分より遠いとダメージが通るとかそんな感じでしょ。リボンはリボンそのものが持ってなければ多分意味がないと思うんで。蘇生 HP を使って味方回復、でも全 HP だから自らは戦闘不能になるってことでいいのかな。一応カードの方まで来て、だが回復能力なければ意味ないような気がするけど。ここで MP を持ってても魔法使えないんであればケアルとか。 MP ある意味が見出せない。パンネロは明らかに失敗だったな。まあ他も全部そうだけど。魔法使用時の MP カット、 HP マックスアップ、うん、ここら辺行動カットとかもあるし、バッシュ、うん、右側目指しましょう。あ、あとはそっかそっか、ガンビット。とはいえ、まだパンネロ出さないから、いいと言えばいいけど。ケアルはさすがにないんで、あ、ケアルある？あるね。ならば。
パンネロと切り替えつつ、アーシーを切り替えつつ戦ってもいいかも。MP なくなったら。こっち側も、なんかこのキャラで、状態異常回復やってしまうと、回復間に合わない恐れがあるんでね。これ70%にやっておきましょう。さて、あとまっすぐ。今何かあったね。だから箱。ポーション。ようやく、ボスが来るような気がする。残念ですな。ダルマスカの安定のために協力していただけるものと信じておりましたが、まあ王家の証はこちらにある。よく似た偽物でも仕立てればよいでしょう。あなたには王家の資格も価値もない。ん？何なの？浜関か。ご立派ですな、殿下。名誉ある幸福を拒むとは、全くダルマスカらしい。貴様に何がわかる。さて、戦いになったプロテストがやってんね。こっち側もプロテストシェルはやっていきましょうか。アーシェの MP が減った状態なんだけど、バッシュ、これで防御関連なんとかなった。あとアーシェの MP が回復すればいいけど、まず1体倒した。レベルアップ。向こうが魔法さえ使ってこなければ、このままでもなんとかなる。エアロー唱えた。受けるダメージ何？今範囲？ここシェル使いたかったけど、バンはもう回復一辺倒になってるので、いや、このタイミングでシェル使うか。バン倒されるわけにはいかない。さて、アーシェが危ないが、なんとか耐えている。いやー、ちょっと待って、あ、そっか、アイテムアイテムというものがあったな。ポーションの回復量はどれぐらいかちょっと見てないけど、もうバンも MP ないんで。あー、じゃあポーション設定やっとけばよかったな。もったいないとか思ってたから。パンネロ、パンネロに今回復できた。あー、なるほどね。リバースのところで他の出てないキャラクターにも回復できるのか。だから当然そんなこと今したいわけではないから。なんとかなりそうな気配はあるけど、倒した？とろい船だな、主人公向きじゃない。俺が飛ばしてもいい？また落ちたいの？早く早く全開。ダメ、
下手に急いだら見破られてたわ。これ洗っておきました。光栄の至り。オンドール校に？でもあの人は。お会いになるべきです。表向き帝国に従っているように見えても、それは公爵の本心ではありません。こうして殿下をお助けできたのも公爵の助言があればこそです。少々危険な手段ではありましたが。自分も同感です。これまで距離を置いてきましたが、もっと早く公爵を頼っていれば。自分が愚かでした。オースラ殿下、自分に時間をください。我々の力だけでは国を取り戻せません。別の道を探ります。自分が戻るまではバッシュが護衛を務めます。まだ彼を疑っておいででしょうが、国を思う志は自分と変わりません。あなたがそこまで言うなら任せます。殿下を頼む。オンドール公爵の下で待っていてくれ。ということで、今どこにいるのかがわからないけど、ビュエルバ空挺ターミナルで帰るではないよね。今はその中に入っているので、とりあえずセーブやっといて。パーティーメンバーどうすればいいんだろうな。アーシェとパンネル変えるか。バン、アーシェ、パンネルはありえないんだよね。バッシュは必ず入れたいし。いや、もうこのままでいいか。考えずに。パーティーメンバー少ないんでね。まあ、時代だといえばそれまでだけど、なので、16がどれだけ1回でパーティーメンバー一緒に戦えるかがすごく楽しみ。行きましょう。あの調印式の夜、父の死を知ったオースラはラバナスタに戻って私を脱出させました。ベインの手が伸びる前にあなたに保護を求めようと。ところが当の私があなたの自殺を発表、帝国に屈したように見えたでしょうな。あの発表はベインの提案でした。当時は向こうの意図をつかめぬままやむなく受け入れましたが、狙いは我らの分断であったか。でもそれも終わりです。私に力を貸してください。共にベインを。抱っこをせがんだ小さなアーシェはもういないのだな。殿下は大人になられた。それではおじさま。しかし仮にベインを倒せたとして、その後は王国を再興しようにも王家の証は奪われました。あれがなければブローミシェイスの大僧侶は殿下を王位継承者とは認めんでしょう。王家の証を持たない殿下に今できることは何一つございません。しかるべき時までビエルバで保護いたします。そんな、できません。では今の殿下に何ができると。おじさま、
それはそうと、王女様を助けた謝礼はあんたに請求すりゃいいのか。まずは食事だ、最高級のやつはな。用意させよう、少々時間がかかるが。だったらそれまで風呂でも借りるさ。いくらか冷や汗かかされたんでな。ああ、あとは着替えもいるな。何やってんだよ。これバルフレアの船だぞ。暁の断片を取りに行くの。もう一つの王家の証。アリカは知ってるから。飛空艇は後で返すわ。なんだよそれ。私はやらなきゃいけないのよ、死んでいった者たちのためにも。なのに隠れていろなんて。一人で戦う覚悟はあるわ。一人ってバッシュは。大体人の船を勝手に。王女のくせになんだよお前。お前はやめて。それぐらいになさい殿下。なんてな、驚いたろ。仕事からこういうのがあると何かと便利でね。お前はやめて。公爵に引き渡す。待ってください。その方があんたのためだ。では誘拐してください。あなた空賊なんでしょ。盗んでください、私をここから。俺に何の得がある。覇王の財宝、暁の断片があるのはレイスウォール王の墓所なんです。あのレイスウォールか。そして君にかかる賞金も跳ね上がる。何しろ王族の誘拐となれば重罪だ。煽った家来も同罪だろうな。ウォースラに代わり同行します。バンたちはどうするの。行くよ、行くって。こんなとこに置いてくなよ。じゃあ私も。え、一人はもう嫌。わかった。決まりね。公爵に気づかれる前に立ちましょう。誘拐犯らしくね。ドラクロワ研究所、ドクターシドか。ヴェイン様からの資金援助を確認しました。ナブリス壊滅の件に関わっているのも確かですが、あの作戦を指揮したジャッジ・ゼクトが行方不明では真相をつかみきれません。このグラミスも老いたな、息子を読み切れんとは。陛下。構わん、死病だ。さて、世の後継は誰やら。有能すぎるベインを恐れて元老院が幼い皇帝を望んでおる。ガブラス、かつて世は祖地の祖国を攻めた。ランディス共和国は消えました。今や帝国こそが我が祖国です。だが祖地の兄は
帝国の支配を認めずダルマスカへ流れたと聞く。兄の後を追おうと考えたことはないか。すでに追っております。帝国の敵として切り捨てるのみです。祖国の敵なら兄をも切るか。ガブラス、措置はそれでよい。世はその非情さを評価しておる。しかしラーサーは措置やベインのようにはなれん。あれを支えてやってくれ。ラーサー様に代わって手を汚す剣の役を務めろと。むしろ盾だな。よいか、引き続きベインを監視せ。あれはいささか鋭すぎる。よい、頼むぞガブラス。世はな、息子たちが争う姿を二度も見とうはないのだ。これも仕事柄ですか。有名人の辛いところさ。こうでもしないとすぐに見つかる。さて、船はここまでだ。この先はヤクトだからな。砂の海を越えて死者の谷に向かいます。目指すレイスウォール王墓はその奥に。ヤクトってのはさ、空席が働かない土地のこと。だから船で飛んでいけないんだ。飛空艇のことだけは詳しいのね。まあね、そりゃ空賊目指してるし。って、おい、だけは余計だろ。道中退屈しそうにないな。そんなことないよ、自治問題とか。もう何言ってんの。ということで、ここは来たことある場所かな。何？西か東行こうと思ったけど。で、買い物。いやー、何度も言うけど3人は少なすぎる。もうちょっと欲しかった。エアロが高いってことは効果はあるってことか。だが、その前にケアルラ買いたいのでお金貯めときましょう。野蛮なアジンがいる。天気。晴れの日にはエレメントが出る。多分魔法使うと襲ってくるとかありそうだね。回復しましょう。では行けるところまで行きましょうか。パーティーメンバーはこのような感じ。まだマップ買ってないからわからないんでね。そしてこれ何？レイスオール応募ってどの辺なんですか？西の果てだな。このオグルエンサを横断し、さらに西のナムエンサも越えてやっとたどり着く。ダルマスカの国土よりも広大な砂漠だ。無理をして先を急ぐとかえって危ない。疲れたら遠慮なく言いなさい。平気ですよ。私、意外とたくましいんです。
ああ、そうだな。君たちは本当に強い。ということで、いや、今なんか赤いところがあったけど、あれが何なのかを見たかったんだけど、消えたかな？あ、これこれ。これが何なのか。なるほどね。トラップだったんだ。あ、多分じゃあライブラがあるから見えるようになったのかな？理由はわからないけど、バルフレア、魔法、まだ何も覚えてない。他、これも何かできないか？ケアルとかできない？ハイポーションとかを、HP が、まあでも、必ず一人は常に戦い続けないと、これ HP が、20% でハイポーション。あんまりガンガン使ってもらいたくはないけど。パンネロ扱えるかな。あれ、なんでこれバン、あ、そっかそっか。今爆弾食らったんでね。なんで今 HP 減ってんのかなとか思ったけど。こっち側、ここら辺結構硬いね。得られる経験値確認しておきましょう。86、悪くはない。当面ここで殴り合ってもいいしで。だからどちらかというと LP の方が欲しいんでね、経験値よりね。ここ地図あるんじゃない？うん、連鎖の地図。これはナム連鎖、両方のマップか。来なくていいかなとか思ったけど、来てよかったね。これあれじゃない？マンドラゴラ。まあ名前違うけど、FF11 に出てきた。なかなか倒せない。魔法使いの杖、装備できても良さそうなもんだけど。できないか。これはこれロングソードとか装備できてるから無理か、そもそも。上に上がる術はない。これはこの上を伝っていかないといけないのかな。下もなんかルート通ってるようには見えなくもないけど、いや、伝っていかないとダメか、どう考えても。さて、あとはパーティーが突然抜けないかどうかでね。もし抜けないんであれば、もうこのメンツでずっとやっていくってのもあるけど。あとアーシェのあのマーク何なんだろうな。以前バンにも出たけど、あ、ライブラね。ライブラのマークか。ちゃんとわかりやすくなってんね。まあ2倍速ぐらいが普通に遊ぶ分にはいいのかな。4倍速だとちょっと早すぎる気がするので。トリプル。魔法も拾うことが可能。今のなんだろう。効果が書いてないから分かんないね。バーサクっぽく見えなくもなかったけど。つながってるか。繋がってないかと思ったけど、この先。なるほどね。マップの切り替えポイント。地底の油を汲む施設らしい。放棄されて久しいようだが。ダルマスカが建てたのか。いや、
ロザリア帝国だ。アルケーディア帝国と覇権を争う西の大国さ。二つの帝国の狭間で多くの国が滅んだ。ダリマスカ、ナブラディア、ランディス。小さな国はな、大国の回廊を伺うしかないんだ。オースラ、なぜここが。驚いたぞ。ビエルバに戻ってみればアーシュ様もお前も消えていたんだからな。まさかお前が空賊の手を借りるとは。バルフレイはシンズルに足る男だ。何よりもアーシェ様の意志だった。ならば俺は支えるだけだ。あの方が全てを失った時、俺は何の役にも立てなかった。今度こそどこまでも支えると誓った。それも騎士の道の一つか。アーシェ様は。ここから離れた方がいいわ。砂嵐でも近づいてるのか。もっと悪いものよ。そうですか。やはり暁の断片はレースウォール王母に。オンドル公も今殿下のお気持ちを理解なさっているはずです。帝国の手前もあり、誘拐の件は伏せられていますが。それよりウォースラ、あなたの成果は。すぐに出るぞ。ここらはウルタンエンサの縄張りらしい。話の分かる相手じゃない。面倒な連中に見つかったな。追い込まれる前に抜け出す。いいな。ウォースラ、ダルマスカ最高の手段は見つかったの。まずは暁の断片を手に入れます。全てはそれからです。さて、またゲストとして加わった。いや、ゲストそうやって加えられるんだれば、最終的には4人パーティーでもいいような気がするけど。まあ、で、あの100歩してるのが来る可能性あるけど、どっち側だろう。うん、いや結構奥深いね。で、目的の場所をマーキングないから、この一番左なのか、それとも途中のどっかなのかがわからない。全部の探索をやるのは大変そうだから、ある程度限ったところを見ていきたい。あれ、爆弾だね。別に爆弾解除しなくてもいいとは思うので何やってんだか。誰か一人置いてかれてる？大丈夫か？こっち側。これか。ウルタンエンサ。そこまで強くはないけど、スリプルとかを唱えている。あと、チェーン数。何なんだろうな、このチェーン数は。倒した。そこまで強くはないので。アイテム取りとかやんなくていいか。いやー、でも行くか。アイテムなかなか買うほどお金がたまらないから、宝箱で取っていかないと詰まりそうな気がする。ウォースラが加わったことによって戦いは楽になってるね。万能薬。やるか。もう自爆が怖いけど、もうこっちも強くなったから大丈夫でしょ。自爆される前に大丈夫。これ全員寄ってきてしまってるけど、リフレック。自爆の前に倒してもらいたい。倒したかな。
162経験、結構手に入ってるね。うん、以前は遠くに離れた形で戦うキャラクターいたから良かったけど、今回全員接近戦なので自爆食らうとそれだけでゲームオーバーになりそう。アーシェの MP がなくなっている。できれば早めに、今危なかった。セーブポイント欲しいね。うん、さらに止まってるぞ。うん、回復。これは登っていく必要はないか、回り込むだけだけど、アイテムあるかもしれないんで行きましょう。うん、宝箱発見。金のアミュレット、消費 MP 半減とかあるかな、効果。金のアミュレットはアクセサリー、ライセンスポイントが2倍になる装備やりたいね。金のアミュレットがどこで装備できるか、見当たらない。うん、ここか。ここ行った後にこっち側。これで装備やっといて、他も装備できるようになってるね。沈黙の永久効果、沈黙の永久効果ってことは沈黙になるってことかな。これは多分その可能性あるね。だがバルフレアじゃなくて、これ、様々な魔法効果半減なので、これ魔法使えなくても、うん、いいと思うんで。だからずっとあのマーク出てるのは鬱陶しいね。うん、沈黙、沈黙のマークずっと出てるのはちょっと鬱陶しすぎやしないか？言い換えましょう。やっぱりダメだったか？物としてはいいけど、さすがにね、色まで変わるからキャラクターの。雰囲気が崩れる。どうなんだろう、このアーシェは評判どうだったんだろうな。これが評判いいから FF13 でああいうキャラクターが生まれたのかなとか考えちゃうんで。こういうキャラクターが人気あったのか。バンが危ないか。うん、倒しきった。これはそのまま左側まっすぐで奥まで目指しましょう。うん、これはあれか、別方向行ってしまうか。アイテムあるかと思ったけど、ちょっと待って、バンが倒された。フェニックスの結構手に入ってるんで、うん、何食らってるんだろうな今。もしかしたら魔法、全体魔法で結構影響を受けた可能性があるけど。できればセーブポイントが欲しい。ここはさらにまっすぐ。
探索は当面やらなくていいでしょう。うん、さてこっち側、うん、バンが危ない。まあちょっと待って、バン沈黙間に合ってないかも、倒されちゃったか。アーシュ帰って、まず生き返らせる、沈黙を、なんだっけか、山彦草沈黙といて、できれば早めに回復したいけど、バトルメンバー、別にこれアーシェがリーダーになってても問題はないけどね、なんとなく嫌なんでちょこちょこ切り替えちゃうけど、さてさらに右側、消費 MP カット、バルフレアは HP プラス、さらにプラス310プラス、これで早々倒されないんじゃない？うん、右目指していきましょう。これも右側、物理攻撃が強くなる。このまま行くかどうか。敵を倒して MP チャージ。MP は使わないんでね。ここ270がある。ダメージを受けて MP チャージ。うん、さらにはいけない。アーシェ。コードカット。魔法の MP カットはライセンスポイントが足らない。アンネロも、使い勝手が難しいね。弓使いにしたのは失敗だったかな？ポイントが足らない。すごく、すごくバランス悪いんだけど。この構成。音が鳴っている、こちら側。ようやく到着かな？違う、到着はしてない。上経由はあまり関係ないか。液体量。こんなにも一気に削られるか。これフェニックスの方がいくつあっても足らない。ウォースラーも倒された。違う、バンが沈黙中いやー、なんだろうな、嫌な行動をたくさんやってくるね。なぜ沈黙解除遅れてる。まず沈黙解除、山彦草。アーシェ起こす。いや、また沈黙になった？これ。山彦草使ってなかったかな。ちょっと勘弁して倒されすぎじゃない、バンは。まあ HP が低いんだよね、かなり。445度マックスが。山彦草も買い足さないと。うん、もうこれでほぼほぼ使い切ってしまった。かといって、40じゃ厳しいか。これ60やっといて、
これハイポーション使うようにはやってあるんだけど、あ、違うな。こっち側ハイポーション使うようにするか。20以下ハイポーション18個まだある。うん、うん、まあこんな感じで、あ、なるほどね。倒された時にフェニックスの王子同化というのもあるのか。味方一人、フェニックスの王を使うんだけど、今だとハイポーションも、ハイポーションじゃないわ、沈黙特区、やまびこ層も必要とかもあるので、悩ましいね。ここら辺うろちょろやっといて。バトルメンバー。一旦嵐切り替えて、パンネロに変えて、うん。これで戦ってもらいましょうか。上ではない、上ではない。このタイミングでここじゃない。アーシェの MP は回復してないね。するものとばかり思ったけど、バンが弱すぎる。445は想定外だったな。最大 HP。うん、やっぱりパンデロ引っ込めて、うん、こうなると最大 HP 高いのはバルフレアとバッシュとパンデロ。なんか使いたいキャラが全部出せなくなるんだけど。あとなんか難しい、こっち側。アイテム変えるところがあるかなとか思って今来てるけど、そうじゃなかったらどうしよう。そっかそっか、さらに先あるのか。で、これ、アイテム買えるんじゃない？違うの？なんか今、すごい勢いで逃げてったけど。あ、なに？これ、これがモーグリなの？なるほどね。まあ、頭のポンポンは、そんな感じだけど、気がつかなかった。というわけで、今回は、これで終えましょうか。また、次回続きやってきますので、続き興味ありましたら、また次回ご覧ください。ではでは。